おはようございます、アドです。今日は2022年3月31日大晦日です。今年の年越しは八ヶ岳の黒百合ヒュッテの天場で過ごして、初日の出を天狗岳の山頂から見ようと思います。5年ぐらい前の初日の出も一番乗りで天狗岳の山頂にたどり着いてご来光を見たんですけど、来年2023年の初日の出も一番乗りを狙って頑張って登りたいと思います。先週天狗岳に行こうと思った時は唐沢高専の除雪が入っていなくって登山口にたどり着けなかったんですけど、今は行けるようになっているみたいです。2日とも天気も良さそうなんで、2022年の締めくくりと2023年の始まりを素敵に過ごせたらいいなと思います。それでは行ってきます。7時45分に着いたのに出発するの8時半、危な。続々と車来てて、あっという間に満車。ここで路頭に迷ったら行き先悩むもんな。渋の湯に行くかとか、もう赤岳に行くかとか、なんとか出発できる。よし、登り納め出発。あんまり寒くないなと思ったけど、今マイナス10度ぐらいかな。意外と気温低かった。もうさ、荷物重いからエネルギーめっちゃ使うよ絶対。まだ歩き出して駐車場かすかに見えるぐらいしんどいよ。年末にあげた雪山テント泊装備の動画ですごい皆さんからたくさんコメントをいただいて、見直しもしないといけないなと思ってたけど、ちょっと時間なさすぎた。とりあえず今回の参考では不要と思われる和漢とゾンデとビーコンは置いてきた。それで 1.5 キロぐらいは軽くなったはずだけど、年越しやから年越しそばとお雑煮をしようと思って持ってきたから、食料はやや多め。トータルで20キロぐらいかな。だけどパッキングはめっちゃ上手にできた。真剣にやったら結構余裕で入りました。明日撤収の時はご飯食べたから減ってるはずやのに、多分入りきれへんと思うけど。歩き出し30分で1回目の休憩。お腹減った。昨日長野のスーパー鶴屋に行ってお気に入りのリンゴかりんと買ったから、これ食べてまた頑張る。やっぱり美味しい。普段はね、かりんとうとか食べへんのやけど、友達がこれめっちゃ美味しいって言ってて食べてみたら、ほんまにめっちゃ美味しかった。りんごの味結構するし、 100g あたりのカロリー437、恐るべし。山にいいんちゃうかなと思ってる。歩き出して1時間ちょっとぐらいかな。どこまで進んだかなと思って地図確認してショック。全然進んでない。この今指動かしてるところらへんがゴールの黒百合ヒュッテやけど、まだまだ2時間で着くのに半分までは来てない。地図はさ、すごい便利なんやけど、
ショック受けること多いよな。疲れてる時にどこまで来たかなと思って見るのは絶対がっかりすることが多い。今はまだそんなに疲れてはない。まだ頑張れる。はあ、日が差してきた。綺麗や。よかった、今日も明日も天気良さそうで。後ろ立山の方狙ってたのはやっぱり今日の朝天気確認したけどダメそうやったな。冬にあのエリアが晴れるっていうのはなかなかないんかな。八ヶ岳万歳や。さすが人気のエリアやな。先週の大寒波から1週間、雪だいぶなくなってるかなと思ってたけど結構まだ残ってるわ。よかった。10分、渋の湯から登ってくるのと唐沢から登ってくるのの合流地点に着きました。あとお腹減っちゃった。聞きしよう。1食分のタンパク質 27g が取れるプロテインバーだけどね、歯折れそう、硬くて。年末にすごく残念でショックな出来事がありました。いつも GoPro で撮影している SD カードが破損してしまってデータが修復不可能になっちゃいました。縦品と基礎コマの2本分おじゃんです。でちょっとショックすぎて諦めきれへんからデータ修復センターみたいなところに見積もりをお願いしたんやけど、データの破損が激しいらしくって修復に時間がかかるっていうのと10万以上かかるって言われて、とてもじゃないけどそんなん払われへんと思って泣く泣く諦めました。だから縦品と基礎コマで楽しみにしてますって言ってお声掛けくださった皆さん、すいません、動画作れません。めっちゃショックやった。何年か前黒百合に来た時に多分小屋前5本ぐらいのところかな、あの川の上に雪が乗っててそこに足踏み入れた途端前の人まで順調に進んでたのに私の時に雪っていうか氷かな崩れて川に腰ぐらいまで埋もって、しかもこんなザック持ってるもんやから川から抜け出されへんくって、ほんまにあれ多分短い時間やったんやとは思うけど自分の中ではすごい長い間川の中でバタバタもがいてた苦い思い出。多分それがこの辺り今年は安心して通り過ぎれそう。このでっかいアミアミバシゴが出てきたらもうちょっとやと思うねんな。だけどもう今日担いでても重いからと思ってアイゼンつけてきたけど歩きづら。よしよいしょよいしょ、あー引っかかる。よいしょよいしょ、あよし着いた。いっぱい人いるやんか。天馬どう？11時20分黒百合降ってに着きました。まずは天馬確保してきます。あ、でもまだ空いてるわ。どうしようか。あ、ここがいいかな。ちょっと周りのテントも離れてそうやし、よし、ここにテント張ろうよ。今日はね、冬用の
外張りを初めて張ってみようと思う。しかも練習してこようと思ったのに結局ぶつけ本番になっちゃった。とりあえずインナー張るところまでは今まで使ってるプロモンテのテントと一緒やと思うからやってみる。けたからスコップ持ってこんでよかったんちゃうとか思ったけど、結局ペグ刺すときに穴掘るからスコップを役立った。コメントで山の記憶ヒラピーさんがピッケルのブレードで頑張って整地するとか、あとふみふみさんも雪を足で踏んだ後にピッケルでカリカリするだけって言ってコメントくれてました。ありがとうございます。今日は整地することなくテント張れました。そういう場合はペグはどうするんやろ。ピッケルの先っちょで頑張ってホリホリするんかな。中全然準備できてないけど今年度のお疲れ様会をやろうと思います。よいしょ、いいよ、お疲れ。よいしょ、1年間2022年もお疲れ様でした。最高。クレブリヒュッテのにビーフシチュー食べに行ってくる。すごい、こんなんなってクレブリヒュッテ。黒ユリといえばビーフシチュー、美味しそう。パンセッパにしてみた。あとね、ホットワインの赤も頼んじゃった。これ、厳冬期用のシュラフ。今はまだ昼寝やけど全然違うんかな。夜寝る時も暖かく過ごせるんか、めっちゃ楽しみ。今までなんかなんとかギリギリ寒さに耐えてたって感じやから。3時お昼寝から目覚めて、夕日は中山展望台に見に行くんやけど、まだ時間あるから、とりあえず明日のお湯沸かしてる。そしてこれからお蕎麦の下ごしらえもする。
富士山縁起よし。ほう、こっちは結構テントいっぱいになってる。年越しそばの準備してたら気づいたら結構時間かかってた。今はね4時前で、今から中山展望台に向かって夕日を見ようと思ってます。今日の夕日が14時37分、これより降ってから展望台までは35分ぐらい。おわわてて今向かってる。アイゼンをつけずに飛び出してきちゃった。いけるんかな。ここは見晴らし台、ここでいいかな。天狗も西も東も見えてるし夕日も見れそう。展望台まで行ったら間に合うか分かれへんから、ここで夕日見ることにしよう。風も避けれてちょうどいいや。あれは昨日登った浅間かな。浅間からやつめっちゃ大きく見えたもんな。そっか、今日は2022年最後の夕日なんやな。見れそうよな、雲あるけどギリギリって感じ。暗くて寒い。また14時間後ぐらいかなに会いましょう。その時は2023年なんやな。初日の出見れたらいいな。よし帰ろう。寒い、寒すぎて鼻めっちゃ痛い。あったかいお風呂に入りたい。だけどさ、明日の初日の出はこれよりももっと極寒の中を耐えなあかんねや。日の出見るのも大変やな。朝は年越しそばする。おそばと、あとこれ天ぷらと、あと明日のお雑煮用のハマグリも入れちゃおう。欲張りすぎていっぱい。おそばも天ぷらも入れる場所全然ない。おそば投入した。あふれそう。できた、年越しそば。めちゃくちゃ具だくさん。早速食べよう。よし、2回目の乾杯。お疲れ様。ちょっと持ち上げられへんし。麺ほじくる。文句なし。かまぼこも最高。こもってるやん。まこい。おいしい。
しかった。30分ぐらいあったんかな。で、南米の音楽を聴かせてもらった。あのピアノは昭和何年とか言ってたかな、69年前に黒百合ヒュッテンに運ばれたんやって。運んできたって言ってもヘリコプターで運んできたらしい。で、今いろんな小屋で音楽会っていうんかなやってるけど、黒百合が一番最初なんじゃないかって言ってました。小屋あったかかったんやけど天場寒い、そして雪降ってきた。もう星全然出てない。明日は3時起きで4時半出発ぐらいを目指して御来光を見に行きたいと思います。ちょっと黒百合ヒュッテが電波入らへんから明日の天気がよく分かれへんけど、もう行くしかない。頑張って行ってきます。それではもう寝ようと思います。おやすみなさい。ハマグリちゃんは中身どっか行っちゃった。やっと準備できた。ほんとね、5時20分になっちゃった。ここから天狗の山頂まで1時間半ぐらい。間に合う？頑張っていく。とりあえず出発します。まつげが凍ってきてる気する。なんかひっつく。よし、道わからへん。合ってるかな。よいしょ。だいぶ映らへんか。明るくなってきてる。そしてね、星も出てる。起き抜けやから足全然進まへんけど、続々と後ろからも登ってきてる。見れるんちゃう？これ頑張っていこう。はあ、めっちゃ赤い。6時10分、日の出6時40何分やったかな。ガスの上に出た。ガスやったから無理かと思った。すごいガスの中やった。よし、急ごう。
毛が凍って前見えへん。まつ毛、わあすごいことなってるやん。うわ、カスやと思って諦めてよかった。行ってみるもんやな。あ、ブロッケン、おーい、消えちゃった。綺麗無表ゾーン、サンゴ礁の森、綺麗。太陽の方も綺麗。帰ってきた。やれやれ。ほっと一息。このシュラフめっちゃ暖かかった。今までなんとか夜を乗り切れるっていうぐらいやったけど、これは爆睡。しかも防水やからシュラフカバーもいらんし、日本の厳冬期はだいたいこれで過ごせるぐらいのスペックがあるみたい。もう冬一回これ経験したら手放されへん。頑張ってパッキングしてちっちゃくしよう。なんとか撤収できた。何時やろ、何時か分かれへんけど、時計どっか行っちゃった。もうザックも形別やけどいいねん、降りるだけやし。下山します。2023年、幸先いいな。ガスの演出がかっこいい、綺麗な初日の出やった。いい年になりそう、そんな初日の出でした。2023年か、今年の抱負。2022年も丹沢行った時に抱負言ってんねんな。でもそんなに変わらへんかな。日本百名山やな、まずは。残す百名山はあと8座。難しいとこばっかり残ってんねんな。今年中に踏破したいっていう思いはあります。だけどできるかな。無理して今年中に百名山踏破しようとは思ってないです。行きたい時期、行きたい山があるから、そういうことの方を優先しながら百名山踏破できればなおいいなって感じです。一座一座を丁寧に登りたいと思います。下山してお風呂入ってご飯食べて、明日の山どうしようかな。なんか体が芯から冷えてるから、ほっこりした山に行きたい気分今のところ。でもお風呂入って温まったらまた気分変わるかもしらへん。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。お風呂は何回も来たことある、古西の湯かな、古西の湯かなっていうところに行ってきます。はぁ、あったまった。ちょっと厚めのお湯やった、体冷えてたからめっちゃゆっくりあったまった。なんかここは草津温泉と同じ酸性のお湯らしくって、高温で酸性のお湯なのは長野で唯一らしい、書いてあった。お腹減った。っていうかさ、1月1日やから閉まってる店多すぎ。天保米沢店に来ました。これ何？すごい。持って帰るよ。
鹿肉餃子と野沢菜餃子贅沢コンビ頼んじゃった。山賊揚げラーメンにしてみた。